はい、こんにちは。今ね、僕はね、ちょっと外にいるんですけど、今日なんでこんなところでね、撮影してるのかというと、このね、今、代々木公園にいてね、この代々木公園のすぐそばに、任天堂ストアっていうのがあるんですけど、そこでね、とあるものを買いたくてね、今回やってきたわけですよ、渋谷に。でね、ただね、任天堂ストアにはね、お目当てのものがなくて、ドン・キホーテでね、お目当てのものが見つかったんでね、今回それをね、開封していこうかなと思います。こちらでございます。はい、購入したものはこちらになります。ピクミンキャラマグネッツということで、こちら4月29日、本日ですね、発売されたものでして、で、なんでこんなとこで開けてんのって話だけどね、単にね、もう家に帰るまでね、ちょっとね、開封ね、我慢できないからです。こういうのね、基本ね、家に帰って開けるんだけど、もう我慢できない。そんなんね、家に帰ってね、いちいち撮影セッティングしてなんてね、ちょっとね、待てないんで、もうね、今すぐね、この公園でね、開けちゃおうかなと思います。これ、すごいよね、マグネッツ。めちゃくちゃ可愛い。で、結構ね、ほら、サイズ感でかいの、これ。皆さん分かります？こんな大きいの。ほら。でね、重量もそこそこあってね、これどんなマグネットなのかというとね、ちょっとね、後ろに書いてあるんですよ、ヒントが。立体感のあるアクリル仕様ということでね。はあ、そうなんですね。なんか特別なマグネットなんかな、どんな感じなんだろう。アクリルスタンドに使われてるような感じのものにがマグネットになってるみたいなことかな、多分。で、これびっくりなのが、ほら見てください、これ。ラインナップ24種だってすごくない？めちゃくちゃ多いよね、これ。ちょっとね。で、今回僕買ったのがね、10個しか買えませんでした。 ドン・キホーテ、ニンテンドースターになかったから、ニンテンドースターすぐそばのドン・キホーテにね、寄ってみたら、そこで置いてあったんだけど、それが、10個でラストだったから、それ全部買っていいよということなんでね、買わせていただきました。で、早速ね、開けていくけど、コンプは無理ですよ。だって10個しかないんだもん。ただね、推しが引ければいいんですよ、結局。そうですね、岩ピクミンですね、まず。で、氷も出たら嬉しいなー。で、オッチンもやっぱ。で、ちょっと待って、これ。なんか、マグネット見た感じ。これ全然サイズ感違くない？ オッチンとかぶっちゃけ重さで分かっちゃうんじゃないの？なんかそんな感じがする。あ、でも。あ、これなんか軽い。これ軽いね。待って。もしかしたらこれサイズってか重さでなんとなく分かってしまう可能性もありますね。はい、行きまーす。一つ目。おお。ちょっと待って、暗いわ、やっぱ。これぐらい明るくしていいかな。これぐらい。もうちょっと、これぐらいでいいかな。よし。ちょっと暗いんでね。もっと早く来ればよかったわ。今日寝坊しちゃったんだよね。待って、これめくったら分かる感じ？じゃあ行きますか。3、2、1、最初の1人目は、誰？あ、逆だった。羽ピクミンですね。おお。あ、そういうことか。やっぱりあれだ、これ。アクリルスタンド生地になってますね。うわー。これそうなんですよ。最初に言ってなかった。これ価格の話してなかったですね。価格は275円です。あ、結構高いなと思ったんですよ、食玩にしては。納得だわ。クオリティが高いから、ちょっとね、その分お値段がね、ちょっと高めになってるということでしたね。で、後ろにマグネットがついてると。うわ、これなんか、あれだね。マグネット、こういうのって言ったらなんかペラペラな感じをイメージすると思うけど、ほら、みんなこれわかる？これ。ほら、ちょっと待って。どうすか、これ。わかります？この分厚さ。これ分厚いのはわかるでしょ、ほら。これ大人が買ってもね、大満足ですよ。買ったらなんか、こんなメモカード付きみたいな書いてあるけど、どういうこと、メモカードって。なんかあるの？あ、なんかあるわ。あ、これか。皆さん、マグネットだけじゃなかった。なんとね、メモカードもね、ついてくるということで。しかも、オッチンじゃん、これ。待って。これ、大当たり引いた、いきなり。待って、このメモカード、かわいいな、これ。いや、これなんかメモカード用途で使うのもったいないっすね。なんか、額縁とかに入れて飾りたいぐらいかわいいっす。あ、いいね。これもね、10種類あるということで。いや、これもコンプちょっと狙っていきたいね。はい、どんどん行きましょう。次。いやー、マグネット入ってるだけじゃなくて、ポストカードいいっすね。さあ、見ていきましょう。これ、こっちの方がいいか。こうやって、こうですね。3、2、1、ドーン。黄色やん。黄色来ましたね。しかもこれ、すっ転んでますね、この黄色ピクミン。ああ、いいね。はい、黄色ピクミン、こんな感じ。そうだね、大きさ的には、あれだね。羽とあんま変わらないですね。ほうほうほう。いいね。
ていうかね、これね、実際にね、買って持ってほしい。これを手に持ってほしい。そうしたらね、皆さんね、絶対欲しくなりますよ、これ。あの、大人にはね、むしろ大人に刺さるね、おもちゃです、これ。じゃあ、ポスカの方も見ていきますかね。いきますよ、こっちか。はい。ああ、チャッピーか。あ、このパターンもあんだね。あ、いいじゃん、このチャッピー。チャッピーとかもいるんだ、すごい。ほい。チャッピーのポスカ入ってました。はい、3つ目。3つ目いきます。やばい。まだ3つしか開けてないのに、こんなに時間経ってんのか。ちょっとサクサクいきましょうか。じゃあいきます。3、2、1。はい、あ、来た来た、氷ピクミン来ましたね。やったー。ほら、心なしか氷ピクミンもちょっと喜んでるように見えるわ。あ、いいね。てかこれ今更なんだけど、これ24種あるってことはあれか、その氷ピクミンが複数種類あるみたいなことかね。だってピクミンってそんなに引数がほらいないじゃないですか。はい、氷ピクミンです。うおーい、来たね。でこれね、見たらね、あれですね、複数種類いるみたい。同じピクミンでも氷が2種類ってことか。だからね、マニアだったら A と B、これピコこっちこれはね、どうやらね B パートらしいからね、 A もね欲しくなっちゃいますよね。あー、でも1匹手に入ったから満足です。じゃあポスカ行きます。はい、お、来た、ユアピックさんですね。これは嬉しい。これもう無限回収案件ですわ。最高、ユアピックミン来ましたね。いやー、ではこれたまらんわ。いや、素晴らしい。何の言葉も出てこないです。てか岩と氷のこの袋箱って最高じゃないですか。紙箱ですよ、僕にとっては。はい、どんどん行きましょうね。どんどん行きましょう。はい、行きます。3、2、1、ドン。あ、ちょっとこれ怪しいと思ったんだ。でもぶっちゃけ、あの、もう持った段階で明らかに重い、めちゃくちゃ重たかったから、あれそうかなって思ったんですけど、マジで来ましたね、オッチン。はい、比較ですね、オッチンと羽ピクミン。もう大きさだけじゃなくて重さも全然違います。もうこっちの方が明らかに重たいですね。サイズもこれだけ違うとなったら、いや、いいね。でもこれをね、原作にね、忠実に再現されてるということですね。いやー、おっちゃん当たって嬉しいわ。なんか引きがいいですね。氷来て、おっちん来てって、あと岩ピクミン引くだけでもう僕はもう満足です。出なかったらあれ交換を募ります。あ、そうだ、ポスカ見てなかったね。はい、あ、青ピクミンですね。あ、なんかこっちもあれだね、全然被らないできてる今のところ。運がいいかもしれない、今回。はい、次行きます。行きますよ。はい、こっちかな、こっちだ。いきます。3、2、1、ドン。え、あ、びっくりした、何ピクミンだと思ったら、そっか、白ピクミンですね。葉っぱの上に乗ってたから全然分かんなかった。ほい、白ピクミンですね。葉っぱの上でくつろいでて、かわいいっすね。これ最初見た時、何これって思っちゃった。そうですね、こういうパターンもあるんだね。ポスカ見ますか。あ、赤ピクミンですね。あ、かわいい、転んでますね。やっぱそうですね、こういうの一人で持つのは大変みたいです。さあ、やばい、ちょっと日がね、だんだん落ちてきたから急いでいきましょう。なんかハラハラするわ、この開封。なんか心が休まらない。すっごい救急車も鳴ってるし。さあ、行きましょう。3、2、1、ドン。青ピクミン。あ、これかぶり、これかぶりか。初です。何のかぶりでもね、そもそも青ピクミン出たの初でした。で、ポスカはかぶりですね。はい、これなんかあれだね、よくほらピクミンのピンバッジとかで見るポーズっぽいですよね。ほうほうほう。6個開けたんでね、さあ乾燥できるのか、日が沈むまでに急げ。さあ、行きますよ。行きます。3、2、1、ドン。赤ピクミン来た。これあれだね、ポーズがこの青ピクと同じポーズですね。おお、このポーズね、やっぱね、ピクミンって言えばこのポーズだからね。よしよし、だんだん埋まってきてます。なんかっていうか、マグネットの方は全然被らずに来てるわ。はい、並べてみました。こうやって並べたら黄色も欲しくなってきますね、同じポーズの。多分あるだろうからね。さあ、次も行きます。あ、待って、その前にあれだ、ポスカの方こっち見ていきますか。お、あ、このパターンもあんだね。これ紫と白ですね。あ、いいね。
このダブルピクミンみたいな、いいね。だから岩ピクミンが来るとしたら岩と羽みたいなことかな。さあやばい、すっかり日も暮れてきたんでね、このまま急いで開けていくか。てかあれだ、もう手元映してたら真っ暗すぎるから、ちょっと街灯が入るこっちの画角で行くか。うん、こっちの画角で行きましょう。さあ、あとね、あと3つです。あと3つ、3、2、1、ドン。あ、これ別パターンの青ピクミンですね。来たね、青ピクミンに関しては多分これでコンプリートです。左が青ピク B、 右が青ピク A ですね。あ、こうやって揃うとまたいいね。エモいわ、なんか手つないでるみたいじゃないですか。ほらこれ AB 好きな人は両方とも揃えないとこれダメですね。はい、ポスカは赤ピクミンですね。これかぶりですね、さっきも出たやつだわ。さあこちら袋開けもね、佳境になってきてましたよ。あとちょっとで。てか岩ピクミンが来ないのがめっちゃ気になるけど、そろそろ来てもいいんじゃない。これ岩ピクミンが3、2、1、0。あー、黄色ですね。黄色か、黄色も可愛いんだけど。おー、いいね変なリアクションしちゃってすいません。あー、やばい、なんか追い詰められてきたわ。ちょっと岩ピクミン来てないよこれ。やばいやばいやばい。黄色も AB 揃った感じかな。てか怖いのが、もうここから追加で買ったとしてもなんか被りまくるんですよね、どうせ。それがね、あるのがね、ちょっと怖いよね。うん、どうしても一箱買ったとしても確定コンプとかはないから、そこが辛いところではある。あ、おしゃれだね。なんかこうやって、これ街灯のね、光をほら、つぼみに当てるとなんかつぼみが光ってるみたいで、よくないですか。ほらエモいよこれ。欲しくなったんじゃないですかみんな。で、なんかポスカの方なんだけど、これ何、これ、フルーツと葉っぱしか写ってない。ピクミンがどっかいなくなっちゃった。これ、あ、こういうパターンもあるんですね。これ逆にレアかもしれない。はい、それではね、こちらがラストの開封になります。ただね、これちょっとあるかもしれない。持った感じね、結構重たいです、ぶっちゃけ。重いってことは岩ピクミンあるか。さあ、だからよく考えたら紫も来てないし、うん、結構出てないピクミン多いですね。やっぱ10個じゃコンプは無理かな。うん、推しが引ければ、まあ、バンバン剤ってぐらいか、 10個ぐらいだったら。やばいやばい、風が強い、風が強い、ちょっと待って、やばい、よし、今だ、急げ。3、2、1、ラスト。あー、赤ピクミンです。赤ピクミン赤、黄色、青、 AB 揃いましたね。赤です。赤も AB 揃いました。うわー、まあ嬉しいんですけどね、ここまでかぶりゼロで来てるから嬉しいんだけども、マジか、岩ピクミン出なかったな、これ残念でしたね。うわー、マジか、どうしようかな、また追加で買うかもしれないわこれ。はい、ポスカは、あ、ちょっとボケてんな。あ、え、またフルーツだけバージョンか。ちょ、ピクミンどこ行ったのこれ。ちょっとピントも合わないし、ちょっとピクミンが出張してしまったようです。はい、今回入手できたピクミンはこちらになります。いやー、まあ一番嬉しいのはね、やっぱりかぶりがなかったことですね。ただ一個残念な点はやっぱ、うん、岩が来なかったことかな。オッチンいいね、このたまらないわ、この丸いシルエット。で、あのこちらの商品どこで買えるかって話なんだけど、まあ任天堂ストアにまず置いてます。で、イオンですね、あとイオンで買えたよという声が非常に多かった。で、僕が買ったみたいにドンキーホーテで買った人もいたようで、あとはね、スーパーとかコンビニ、一部コンビニでもね、取り扱いどうやらされてるようです。ローソンで買えたという声もありました。だから意外と取り扱い店舗自体は多いかもしれないですね。てなわけでね、今回はこのね、ピクミンキャラマグネッツ開封させていただきました。皆さんね、お目当てのピクミン出たりしたでしょうか。よろしければね、教えていただけますと幸いです。ということで、今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあ、ありがとうございました。おまけの食玩、こちらね、ちょっとね、食べていきます。これなんだろう、これ何味なんだろう。うん、ソーダ味。